はい。大はピュアラブです。最近、エヴァンゲリオンでも、あやレイれや、アスカが、クローン人間である、というようなことが、出てきています。アニメ、エヴァンゲリオンは、ロスチャイルド家、や欧米貴族、 イルミナティをモチーフとして作られていることが知られています。これはすでに世の中にはイルミナティが送り出したクローン人間が何人も存在しているということでしょうか。メディアでも 現代の科学技術では簡単にクローン人間を作ることができるということが放送されていました。日本にももしかすると多数のクローン人間がいるのかもしれません。 えー、まあ、クローン人間か、そうじゃないかっていうのはね、なかなか見極められないですよね。うん、その、本当にね、そのクローン人間を作ることがね、行われてるのかっていうのも、まあ、わからないですし、うん、本当にその、普通のね、人間と同じようにできるんだとしたら、もうその人がね、クローン人間なのか、 そうじゃないのかっていうのもね、もう、はたから見てもわかんないですよね、これね。うん。うん。まあだから、非常にこれ難しい問題ですね、これもね。うん。ご視聴いただき、ありがとうございました。